ハロー、スラマシアン、こんにちは。カリーにブラジルバーサージュパン、スリキッヤ、ミニ、焼きそば、ビアサニア、ディセニー、サヤ、ワクツマウマカミゴレン、焼きそばアルティニアミゴレンや、カロヤンディルマ、マサク、マウマサク、ビアサニア、ムグナカン、スプリティギトゥ、焼きそば、ダン、蒸し、や、蒸し、イニアルティニアスダククスやスダククス、蒸してある麺が入ってます、うん、スダククスアルティニアイトゥ、うん、カロクリン、カプミスプルティギトゥイニカンペダやタピテクスチャルペダ、うん、カロヤンマサクサマサヨルサヨランイニカンルビエナ、うん、イニトリさんアダ弾力とコシのある中太麺焼きそばコク&スパイシーソースや粉末ソース付き、イニアルティニアアダアディダラムニア粉末ソース石、サマサマ石ミニアディダラムニアや、うん、粉末イズイトイトゥトゥプンソーストゥプンプリティギトゥ。はい。ダンイニカンアダ、幼冷蔵、10度以下ですね。カロー幼冷蔵、ピアサニア、ハルス、スプルトラジャ、ルビー、ディギン。いや、はい。幼冷蔵、ハルス、タルディクルカス、イニ、スプリティギトゥ。はい。幼冷蔵、アルティニア、イトゥや。うん。はい。ちょっとですね、日本語いきますね。はい、弾力とコシのある中太麺焼きそばということで、さっきちょうど話した通り、これ焼きそばなんですけども、蒸し麺になってます。ここに蒸しというふうに書いてますね。これは、トランガ、インセンスとは、アルティニア、ベダ、や、ベダ、うん、と、意味が違います。蒸しは、こう、なんていうんですかね、飛んでるとか、果物のとこにいたりとか外にいたりとか、その虫とは違いまして、スティームですね。スティームの虫ですね。ククス、はい、それの蒸して、調理方法の蒸してますよという意味になっています。ここに粉末ソースって書いてますね。あの粉末のソースもありますし、タレのソースもあります。でもこのタイプのものは粉末のソースを使っていますので、ここに粉末ソースというふうに書いています。あとでちょっと中少しだけ開けてみますけれども、まあ、粉末ソースの感じは出さないですけども、まあ、袋に入ってますよというところをちょっとですね、後で出してみようかなと思います。そしてここにキクスイと書いてるんですけれども、キクスイ北海道、あのキクスイというところのメーカーですね。作っているところの会社のメーカーまたはブランド名みたいになってます。はい、ここに製造者、株式会社キクスイと書いてあります。ちょっとあの動画上では見えないかもしれませんけども、このキクスイっていう会社の名前があったので、ここですね、先ほどキクスイというふうに載っているという感じになります。ちなみに場所なんですけども、ここに書いてるように北海道江別市というところで、会社があるということになっていまして、内容量が429g、 ディーダラムニアダイシーニャスラトスンドアプルスミラングラムで、麺が、麺ですね、ヤンサトゥサトゥブンクススラトスティガプルリマグラムアダライトゥヤ、うん、タンギマナチャラマッサクイシニアダラスプルティギトゥヤンレコメンダシーバハマカナンワクトゥマッサクアダコールバワンプティバワンボンバイバワンヒジャオダギンバビキャロットアパヤサヤルパヤキャロットやニンジンキャベツ玉ねぎピーマン豚肉ニンジン、これらを使うと美味しくできますよということですね。で、ちょっとここで開けてみますけれども、まあ中にはこういうふうに 3種類、あ、ここに3人前って書いてますね。3人前。
リシニア3人前、ウントクティガオラン、スプリティギトゥジャディ、ティガブンクスや、ディダラムやティガブンクス。ウントクティガオラン、サトゥオラン、ドゥアオラン、ティガオラン、や、ダンソースニア、スプリティギトゥソースや、アダソース、ディダラムニア、トゥプンソース、アダラディダラム、サトゥドゥアティガ、アダや、これで1人前、2人前、3人前っていう感じで3人分ありますよ。例えば1人前って言ったらまあ1人分ですね。1人前サトゥや2人前、アダウントコーランドゥアやカロドゥア2人前カロイニアダ3人前ジャディサトゥドゥアティが3人前や、うん、カリニブラジャルバサージュパンスデキウントク焼きそばや焼きそばミゴレン、ミゴレンですね。はい、まあこの焼きそばという単語、そしてまあスパイシーはスパイシー様やスパイシーで粉末、うん、プルティトップン、あアパやカロ、うん、アダヤンミステイク、カシタウサやアンティやコメンタル、はい、1,2,3 ですね。これミーですね。これが蒸し麺になってます。蒸し麺、カシミニャクチュガや、うん、はい、まあこういう感じですね。でソース、焼きそばのソースですね、うん、こういう感じになってます。まあ今日はこんな感じでちょっと焼きそばのこの勉強、焼きそばという単語の勉強してみました。はい。